皆さん、こんにちは。今日は5月22日です。3日前の5月20日、台湾の第16代の総統の就任式が行われました。新しい総統、来勢徳氏のその、 就任演説をですね、私2、3回見ました動画ですね、それでその文章を見たんですけれども、結構いろいろ感想があります。で、たくさんありますけれども、すべて述べるのはちょっと難しいですので、時間的にですね、三、えー、3個4個ぐらいですね、その中選んで、あの、皆さんに紹介してシェアします。私はこのように思っていますということ。一つ印象が深かったのはですね、大生徳氏は、 台湾というその名前をですね、非常に微妙なその手段でやり方ですね、この台湾の国家の名前と知ったのです。これがですね、とても印象が深かったんです。過去ですね、昔のその、総統ですね、蔡英文氏は、 あの、台湾のことですね、えー、国として話したことがない。その前の人はあるかないかわかんないですけどもね。例えば、ー、生徒講氏はですね、このように述べました。微妙ですけれども、えー、我が国の名前を中華民国であろうと、中華民国台湾であろうと、台湾であろうと、私たち自身が読んでも、 国際的な友人たちから呼ばれても、それは全てひどしく素晴らしい呼び方であるんですね、えー。実際はですね、これはあの事実です。ただあの、雷イイド徳氏がですね、この名前を発明したのではなく、事実のことを述べただけですね。例えば私たちですね、台湾といって中華民国とはあまり言わないですね。 あの、日本でもです台湾に旅行に行くとか、あるいは台湾の総統とか言って、中華民国の総統とはあまり言わないですね。 でも私たちが台湾というのは台湾がですねあの独立したの,をその中華民国と区別するのではなくてただこのように呼ぶだけでですねあの習慣になったということですねだから何かというと国のニックネームと言ってもいいし別の名前でもいいですしあのあ悪いイメージはではないですねだから来世徳が言ったのは、 ど、どこでもですね、素晴らしいものだとですね、呼び方だと。台湾と言ってもいいし、台湾、中華民国、台湾と言ってもいいし、中国、中華民国と言ってもですね、みんな我が国のことを指しているんだと。これは事実ですね。しかし、このように言ったのは、普通のことを、その、相当の就任式で述べると、おそらく中国共産党は起こるんでしょう。実は中国共産党も、 中共も中華民国と言ったことがないでしょ今ずっと台湾、台湾と言うんですね。だから自分は台湾と言っても、自分が台湾が台湾と言えばいいけど、台湾自身が自分の台湾国国と言ったら、中共はまだね、台湾独立するんだと。 と言うんですね。これは中継はですね、いつもこのように自分勝手だから、自分がどう言ってもいいけど、あえては自分のことを台湾と言ってはいけないということですね。だからこれは微妙なあり方で台湾国ということを初めて導入したということです。まあ事実ですけれどもね、台湾のその相当の あの、就任演説でですね、述べたのは初めて。これがとても印象が深かったこと。もう一つはですね、中国の名前をはっきりとしたこと。今回の来世独死はですね、何回も言いました。例えばここでですね、周知のように主権があって初めて国がある。 中華民国憲法によれば、中華民国の主権はすべての国民に属し、中華民国の国籍を有する者は中華民国の国民である。したがって、中華民国と中華人民共和国は互いに従属するものではない。 ですね。まだ中国が中華民国の存在という事実を直視し、台湾人の選択を尊重し、誠意を持って、えー、国経と尊厳の原則のもとで、台湾の選挙で選ばれた合法的な政府と対立説に対話し、封鎖説に交流することを希望する。私たちは、 平和を追求するという理想は持っていても、幻想を抱いてはいけない。中国が台湾への軍事侵攻を放棄していない以上、中国の提案を全面的に受け入れ、主権を放棄したとしても、つまり台湾の主権です。台湾がですね、主権を放棄したとしても、 中国は台湾を平等する企みを放棄することはないということを理解すべきである。これはですね、とても正しいの述べ方、とても偉い述べ方だとは私は思います。これですね、二つの内容。一つは、 中国と、あの、中華民国と中華人民共和国は互いに、えー、従属することではないですね。たばら、えー、二つもみんな独立国だと。これも事実。実際はですね、事実のことを述べはっきり述べただけ。これはですね、蔡英文氏も昔述べたことがあります。このように。もう一つはですね、私たちは平和を追求する理想は持っていても幻想を抱いてはいけない。 これは本当に、えー、素晴らしい述べ方、言い方です。中国が台湾への軍事侵攻を放棄していない以上、中国の提案を全面的に受け入れ、主権を放棄したとしても、中国は台湾の平等する企みを放棄することはないということを全て理解する。これは正しいです。今中、台湾ですね、えー、特に国民と、 国民党はですね、今この幻想を持っているんです。自分たちがですね、中国と抵抗しなければ、中国がですね、中、中共が台湾の侵攻することがないんだと、平和を求めることができるんだと思ってい,ているんですけれども、これは本当に幻想です。中共は絶対 台湾の許すすことがでできないです、えー、中共がなぜ台湾の,あの必死に台湾です、ね、こう,こう統一しようとするのかですね。そこの原因はあのただの領土の問題ではないです。台湾は民主国で、えー、しかも台湾は世界でもですね民主化よく民主化された国です。まだもちろん。 完璧ではないですけれども、あとです、どこに問題があるか私述べますけれども、えー、完璧ではないですけれども、中国、今、まあ、中国大陸に比べればあ、素晴らしいその民主国、国となっています。だから、中国人が比べるんですね、台湾とあの中国大陸。 同じ国、同じ民族なのに、なぜですね、この、このように差別があるかですね、比べる。中国国民がですね、例えば日本とアメリカとは比べても台湾と違うんですね、これ、こればかったが。台湾も同じ民族。 中国は同じ国と言ったんですひと一つの国と言うんですね。で、一つの国同じ民族なのに、なぜ台湾はそんなに自由で平和なのかですね。経済が発展するしていても、中国では社会問題が多いのか、中国国民が考えるんです。だからですね、中国が必死に台湾をあの統一しようと。統一するということは、あの、中国の一部にしようと。あ例えばですね、香港を は例ですね香港はあ中国と抵抗することもなかったんですね。しかし、必死に香港を、この一国二制度をですね、なくして一国異制度としようとしたのですが、そこでは香港がですね、民主制度だからです。 民主制度がある限り、中共は恐れている。中共が不法でいること、悪いものであることを中国国民がわかるから、あの、台湾と香港を必死にですね、こうなくそうとするんです。これは中共。だから、 えー、台湾人がですね、平和を追求する理想はあっても幻想を抱いてはいけないことですね。中共がある限りはこれは幻想になっちゃうと。中国と平和の、平和を保、保,保とうとするのは幻想だということですね。もう、第大3番目の印象はですね、深い印象は、台湾の国会化する、うん、国際化することですね。え、うん、雷生徳氏はですね、台湾は、 第一列島線の戦略的位置にあり、世界の地政学的発展に深く関連している。台湾海峡の平和と安定は、世界の安全と繁栄にとって不可欠な要素であるということは、すでに国際的な高いコンセンサスとなっている。ですね。これは事実です。あの、中共がですね、 台湾はですね、昔をこんなに今のようにですね、全世界に重視されなかったんですね。なぜかというと、その時は台湾は目立たなかったんですね、えー。台湾はこのように国際的に重視されるのったのは、えー、もちろん、あのー、こう、半導体とかですね、それが、あのー、部品とか、 あチップとかですね、今、全世界で、まあ、一部技術が発達してるから、それも一つの原因ですけれども、えー、主な原因は、中共がですね、ずっと台湾をいじめようと、台湾を、あの、自分の国だと強調しているから、だんだんですね、台湾が、 中共に抑えられてですね、国際的な部隊に入るようになったんですね、立つようになったと。国際的かがですね、進めれば進めるほど中共がですね、恐れている。中共が恐れていれば恐れるほど中共は台湾の、またですね、あの、圧力をかける。そうすると台湾はまだまだ国際的にいる。この 悪循環と言ってもいいし、中共にとっては悪循環。台湾にとってもですね、えー、良性循環になっちゃうんですね。だから今回ですね、今年4月に、えー、習近平が中共の第3回の、その、えー、三中全開をやろうとする、したんですけれども、半年以上、こう、延長された、延期されたその原因は、 台湾を先に攻撃するのか、あるいは、あの、江沢民派を先に粛清するのか、この二つの中で、習近平は迷っていったんですけれども、最後にですね、あの、 共産党の二つのグループで意見が違ったんで、食い違ったんですね。一つのグループは、台湾の先に侵略しようと。もう一つは、江沢民派を先に粛清しようと。主張する二つのグループがあったけど、習近平は最後に台湾を攻撃することを決めたって言ったんですね。言われたんですね。なぜこのように決めたということ、あの、台湾を先に攻撃しようとする、その、グループはですね、 時間が経つば経、経てば経つほどですね、経つほど台湾は国際化されるんだと。国際的にです。だんだんだんだ国際的な、その、国々に支持されると台湾を攻撃するのが難しくなるんだと。だからですね、中共は、まず、まだですね、台湾が完全に国際化されてないうちに台湾を侵攻しようというですね。だから、 えー、雷勢徳氏がこのように台湾のを国際化するのはとても賢いやり方。早くですね、国会されてアメリカと日本、少なくでもアメリカと日本ですね、と、あの、台湾とですね、国交関係を樹立すれば、これは一番望ましいことです。私いつもこのように希望しているんですけれども。これはですね、三つは国際的なもの。台湾と中国、 問題。また中国、台湾と国際的な問題ですけれども、第4番目はですね、台湾の立法院に対するその言葉です。 今、台湾でですね、立法院でですね、大きな問題があって、発生してるんですね、えー。両党、両党、両、二つのグループがで、いつが、えーまあの、意見が食い違ってですね、一致されないですから、問題解決することができないですから今、今、えー、喧嘩するとか、そういうことあったんですけれども、来世徳氏はですね、立法院に対して <laughs>、立法院の運営においては、 手続き上の正義が守られるべきである。多数派が少数派を尊重し、少数派は多数派に従ってこそ、対立が避けられ、社会の安定と調和が保たれる。民主主義社会では、国民の利益が最優先であり、それが民主主義の基礎である。 国家の利益が政党の利益よりも優先される。それが政党の使命である。要や党問わず、国民第一、国家第一の精神を貫けば、おのつと政権は円滑に進む、えー。これはですね、あの、道理的にはこの通りですね。この通りです。 あの、間違ってないです。しかしですね、台湾で、あーなんでですね、今、二つの与党と野党の関係がですね、このように解決できないかというと、えー、私が思うにはですね、ここ、来政徳氏は言ったのは、手続き上の正義が保、手続き上の正義が守られるべきであると言ってるんですけども、守られるべき、これは、 正しいですけれども、守られない場合はどうしますかこれがですね、台湾で、政府で今ですね、台湾の社会でこれが、ちょっと足りない部分です。実はですね、両党のその手続きがですね、手続き上の正義が守られる場合は、第三者、与党と野党の他に、第三者が出て,て、このことをですね、正しく裁判しなきゃいけない。 ですね、手続きを正しくない場合は誰が間違ったのか今これがですね台湾で、えー、この機構、えー、が足りないためですね両党が互いに喧嘩するようになったんですね。正しい自分がものが正しいだと,と言ったんですけれども。 道理的ではですね、これは正しいです。例えばね、え、要と、要や両党ですね、問わず、国民第一、国家第一の精神を貫けば、おのずと政権は円滑に進む。じゃあ、両党ですね、 みんな自分がですね、国民第一、国家第一と主張するんですね。国民党も自分が国家第一とする。で、あの、民進党も国家第一と、自分が国家第一主張するんだと。一体誰が、あの、国家第一、国民第一になるかはですね、第三者がそれを判断しなきゃいけない。 ですね、これが今台湾で足りないだから私が今思うにはですね台湾でこの問題を解決するのがとても難しいこの隙間でそのこの足りない部分の中共がこの隙間についてですね台湾の,その分裂させようとしてるんですこれがですね問題もう一つはですね私ちょっと雷聖堂講師の,そのこう演説の中でちょっと足りない部分ですね 台、ライセッはですね、中国ということをはっきりと言ったんですけれども、これは問題ないです。ゼロからですね、1になったんです、ね、一歩進んで飛躍的にありました。しかし、中国と言わなくてね、中共と言った方がもっと正しいですよ。そうすると、中共というと、台湾と中国との関係をはっきりするだけでなく、中国ではですね、中国国民に対しても、中国と中国、中共、 二つをはっきり分別してですね、批判することになるんです。だから、台湾が、あの、批判するのは、台湾が反対するのは、中共のやり方、共産党のやり方。共産党は中国政府を、中国人民の逮捕する、逮捕することができないというメッセージをですね、あの、中国国民に伝えること。台湾はですね、このことをはっきり知っているということを、 まあ、言ってない、えー、これはですね理解もできます理解はできます来世分子がですね初めてこのようにこう中国のことをはっきり言ったので一歩一歩ですね進まなきゃいけないこれからですね来世読氏は今後の こう、演説とか何か活動するときですね、中共と中国をはっきりですね、分別して話してほしい。これがですね、私があの、来世読書のその演説の中で、ね、ちょっと足りない部分だと考えたことです。今日はですね、来世読書の台湾の第16代の総統の就任演説についてちょっとコメントしました。ご視聴ありがとうございました。